演舞開演。どうも、本日はこちらの新潟仕込みのイカの塩辛を食べたいと思います。さあ、どんな塩辛って初めて食べますね。ではいただきます。そこまででもないんですね。程よいです。塩辛という名前からうわっっていうような感じでした。想像していたのですが、実際はそこまで強烈に塩辛くはないですね。むしろさっうまみ、イカの食べた時のうまみが口で広がって、お酒やおかず、ご飯のお供にちょうど良さそうです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。